飯山駅、飯山駅は、長野県飯山市大和座飯山にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。飯山市の中心駅であり、飯山線の主要駅の一つである。新幹線の経由地が、旧駅舎の南側約300メートルに位置しかつ、旧駅舎周辺の空間が強小であったことなどから、乗り継ぎの利便性向上と、旧駅舎付近を、 経由予定地としている、長野県道97号飯山マダラオ荒井線のバイパス都市計画道路マダラオ線建設に伴う、駅構内の保守基地の機能集約を目的として、JR 東日本と県市では、駅舎の移設工事を進め、2014年、平成26年11月9日の始発列車から、旧駅舎より、豊の方約300メートルの場所に位置する、 現役者の運用が開始された。近隣に野沢温泉スキー場やマダラオ高原スキー場といったスキー場を有するため、当期間は新幹線利用者の8割がスキー客であり、乗車、校舎ともに東京方面が9割を占めている。また、土日宿の利用者が多く、平日はその3割各スキー場へと乗り入れるバスを待つ行列ができる場合がある。 事務官コードは51万1606を使用している。北陸新幹線と在来線の飯山線が乗り入れ、二路線が接続する駅となっている。元々は飯山線のみが乗り入れており、1982年、昭和57年には、北陸新幹線の長野と山間が当駅を通るルートとなっていた。しかしながら、後にコスト削減の流れが強まり、 なおかつ当駅を通らないミニ新幹線の構想が浮上したため、地元住民や国会議員等の働きかけにより、現在のルートに落ち着いた経緯がある。2015年、平成27年3月14日の北陸新幹線の長野駅金沢駅間、延伸開業により、当駅も停車駅の一つとなった。なお、北陸新幹線の延伸開業時に運行を開始した。 定期列車のうち、速達タイプの、輝きは全列車が当駅を通過し、停車タイプの、白鷹は、計15往復、東京金沢間14往復、長野金沢間1往復のうち12往復、東京金沢間11往復、長野金沢間1往復が当駅に停車する。上り、長野、東京方面の定期列車はいずれも金沢駅始発で、 当駅の上り始発列車は7時台となことから、利便性確保のため上越妙高駅始発、長野駅終着の上り臨時、白鷹が通年運転の臨時列車として、平日朝に2本設定され、長野駅で後続の輝きや朝前の乗り換えが可となっている。新幹線延伸開業時のダイヤにおける主要駅間の最速所要時間は、当駅東京駅間が1時間39分。 当駅金沢駅間が1時間15分である。現駅舎は2014年、平成26年11月9日に運用が開始された。駅舎のデザイン原案は、雄大な大地と伝統美を感じさせる駅から、雪と伝統文化の融和で、山並みに囲まれた飯山市の自然と伝統文化を表したものである。外壁は飯山の伝統工芸品である和紙。 内山紙を広げた状態をイメージしたもので、連続した白いルーバーと緩やかな曲線を用い、雪山の美しさと足の持つ柔らかな伝統美を表しつつ、新幹線のスピード感と安全性を表現したものとなっている。駅舎1階の自由通路には、飯山市と JR 東日本グループが、駅利用者や観光客の利便性向上を目的として、 共同で整備した複合施設が設けられている。通路沿いには、コンビニエンスストア、ニューデイズ、スイカ電子マネー利用課、営業時間、9時から19時30分、立ち食いそば店、菜の花、営業時間、9時から13時55分、15時10分から18時、JR 東日本レンタリース運営の、駅レンタカー、飯山駅営業所、営業時間、 8時から19時といったテナントが出展している。駅舎2階のコンコースには、緑の窓口、営業時間、7時から19時、途中で営業を休止する、時間帯あり、自動券売機、タッチパネル式2台、指定席券売機、2台営業時間、5時23時5時30分までは、駅ネット受け取り負売店、キオスク、新幹線開業日より、追加電子マネー対応。 営業時間9時30分から15時30分が設置されており、地平部の1階と階段によって連絡しているほか、バリアフリー対策として選挙区川口側にエレベーターが1機設置されている。なお改札外のエスカレーターは公述の飯山駅、観光交流センター内に設置れている。飯山市では選挙区川口、公述に合築する形で、 駅利用者の利便性向上を目的に交流施設の整備を進めており、現役者の運用開始に合わせて、当施設も共用を開始した。この施設は、飯山市と同市を中心とする長野県北部八市町村と、新潟県陽光市の京急市町村によって構成される、新越旧市町村広域観光連携会議、新越自然号が共同で運営管理を行っている。 センターは選挙区川口側の出入り口及びコ、コース生の商工施設の機能を兼ねるため、開館時間は、駅の営業時間に順次、始発列車の発車30分前から、最終列車の発車30分後までとなっている。1階と中2階の間は、螺旋階段により連絡しているのをはじめ、バリアフリー対策として1階と2階を結ぶ、エスカレーター上下各一機が設置されているほか、 1>, 1階のトイレにはオストメイト対応の多機能トイレが併設されている。前述のように駅舎棟の改札外にはエスカレーターが設置されていないため、このセンター内の設備を利用することになる。センター内には観光案内所や待合ホールなどが備えられ、駅舎コンコースと直結する2階には、地域東側に広がる山並みを眺望できるスペースが設けられている。 2015年、平成27年3月14日から運用を開始した新幹線ホームは、駅舎3階に相対式ホーム2面2線を有する高架構造で、通過線はなく、ホームドア、可動式安全柵が設置されている。ホーム長は312メートルを有し、新幹線車両、1両あたり25メートル12両編成までに対応している。バリアフリー対策として、 エレベーター各一機、エスカレーター上下各一機が設置されている。発車メロディには、近隣の豊田村、現、中野市出身の高野達行が作詞した、故郷が使われており、上り線では曲の前半が、下り線では曲の後半が流れる。駅舎移転時より運用中の在来線ホームは、地平部に島式ホーム一面二線を有する地上駅で、駅舎2階と接続する。 橋上構造となっている。ホーム庁は87メートルを有し、在来線車両、1両あたり20メートル4両編成までに対応している。ホームの北側には保守基地があり、除雪車用の車庫や留置線を備えている。改札口は有人改札で、スイカ等の交通系、IC カードはサービスエリア外につき利用できない。改札内コンコースには、 バリアフリー対策として、エレベーター1機が設置されているほか、トイレには、オストメイト対応の多機能トイレが併設されている。直営駅、駅長配置で管理駅として、飯山線の滋賀の浅野駅森宮の原駅間の各駅を管理している。なお、飯山線の途中駅では唯一発車ベルの設備がある。 旧駅舎は、現駅舎北側の越後川口方約300メートルの地点に位置していた。地平部に島式ホーム一面二線を有する地上駅で、ホーム長は130メートルを有し、線路東側の駅舎とは一番線側に設けられた、構内踏切で連絡していた。構内には、JR 東日本長野支社の飯山線を統括する、組織として飯山線営業所が置かれていたが、 支社内の組織改編に伴い2012年、平成24年4月1日付で廃止された。寺の町、飯山をアピールするため、駅舎には自社風の装飾が施されていた。またホーム上には、主郎、七福の鐘が混流されていた。この七福の鐘は1985年、昭和60年11月、国鉄長野鉄道管理局、 現在の JR 東日本長野支社が実施していた、一駅、一名物運動の一環で、超鉄局側が、当時の飯山市商工会、現在の飯山商工会議の前身に対し、寺の町にふさわしいシンボルを設けたいと提案し、同商工会により混流されたもので、名称は、一般公募により決定した。首領は高さ約五メートル、釣り金は、直径約六十センチメートル、 重さ約 280kg を有した。またホーム上では毎年大晦日から元日にかけて JR 長野支社と市、飯山商議所が主催する恒例行事七福の鐘付き2年参りが2014年の年明けまで開かれていた。なお七福の鐘は現役者の在来線ホームが曲線上になっており、 設置場所が確保できないことなどから、駅近くの雪と寺の町シンボル広場への移設を予定している。その他、飯山線の前身である飯山鉄道付設に尽力したとされる後藤啓太を称える検証費が混流されていた。この検証費は、その後、新駅舎の南口広場に移設された。移転工事後に、旧駅舎は解体され、跡地には、 市街地を東西に横断する長野県道97号、飯山マダラオ洗線のバイパス、都市計画道路マダラオ線が建設された。だが、駅当時の交換施設は残っており、機関車の留置などに、現在も使用されている。駅舎は、新幹線と飯山線が車高する位置に所在する。ことから、駅で入り口は、北東側の線局川口、西側のマダラオ口、 南東側の南口の3カ所が設置されている。選挙区川口は、駅舎移転時から、マダラオ口と、南口は、新幹線開業時からそれぞれ共用を開始している。出入り口の愛称は、市が実施した公募により決定したもので、選挙区、川口は、駅東側を流れる千曲川に、マダラオ口は、駅西側にそびえるマダラオ山にちなんで命名された。なお、 これら一連の駅周辺整備事業は、飯山市が、駅舎移設事業は、市と長野県が、JR 東日本に事業を委託し、費用を負担して、それぞれ実施しており、駅舎移設事業費25億7000万円余りのうち7割を飯山市負担している。選挙区川口は、駅舎北東側に位置している。駅設時から、暫定供用を開始した選挙川口広場には、 バス停留所圏待機場、現在の4番乗り場で5台収容可能や、タクシー乗り場圏待機場、6台収容可能度が、ロータリー内に設置されるとともに、選挙区、川口正面と飯山駅前交差点の間を、直進経路で結ぶ歩行者用通路の供用が、開始された。工事の進展に伴い、2014年12月20日から、一般車の乗り入れが可能になり、 送迎のための一般車両条項、待機場が設置された。また、路線バス用の正規のバス乗り場、3カ所の共用を開始した。広場内の車道は、右回りの一方通行となっている。飯山市では、飯山線利用者向けの駐車場と駐輪場を設置しており、3カ所の駅前広場が施行中であった。際は、選挙区川口広場向かい側に六十台分。 新幹線高架沿いに2カ所、計35台分の臨時駐車場を、選挙区、川口広場向かい側に100台分の臨時駐輪場を、それぞれ設置していたが、後事するマダラお口の市営駐車場、駐輪場の使用開始に伴い、これらは閉鎖された。新幹線開業後、新たに道路を挟んだ、駅前広場の向かい側の高架下に、臨時駐輪場が設置された。マダラ口は、 駅舎西側に位置し、新幹線開業時に供用を開始した。駅舎2階のコンコースから飯山線西側へ渡った位置に駅前広場が設けられ、駅舎と地平部の間は飯山市が設置する階段で連絡する。なおバリアフリー対策としてエレベーター1機が設置されている。飯山市では駅利用者向けの駐車場と駐輪場を設置しており、 駅前広場隣の平面駐車場に73台分、立体駐車場に409台分の駐車スペースを設けている。これらは1時間以内の利用は無料となっている。また、大型バスマイクロバス用の団体バス乗降場も設置され30分以内であれば使用可能となっている。南口は前日の選挙区川口と駅舎1階の自由通路を挟んでタイになる。 駅舎南東側に位置する。マダラ小口と同様に、新幹線開業時に共用を開始しており、駅舎1階に出入り口が設けられている。周辺は、飯山市の中心市街地となっている。選挙区川口広場内に、飯山駅停留所があり、市街地や駅周辺の観光地への路線バス、急行バスのほか、関西方面への高速バスが発着している。また、 それ以外にも、飯山市のデマンドタクシー、名の花タクシー、及び木島平村のデマンド交通、夫婦都合が発着している、事前に電話予約が必要。かつては4番乗り場にスノーシェルターが設置されていなかったが、2016年、平成28年10月から12月にかけて、新設工事が行われた。工事期間中、同乗り場の路線は、 マダラオ口の臨時バス停から発着していた。なお、2014年、平成26年11月9日の駅舎移設以前は、当時の駅前広場内の飯山駅停留所と、駅前の道路を渡った先の飯山駅前停留所の2カ所に分散していた。前者には飯山市、コミュニティバスが、後者には町電バスと名の花バスがそれぞれ発着していた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。